ました。ほぼ揃いました。少し頭を下げていた赤い鳥の娘なんですが、うまく出ました。さあそして最内、ご注目レイパパレ、前に行かせるのかどうか。シャムロックヒルが前に行きました。レイパパレ、クリストフルメール、前に馬を置いて2列目、一番外からロザムール、さらにはその外側からルヌルージュ、真ん中をつきました9番のウィン・マリリンがレイカバレよりも前、ウィン・マリリンがレイカバレよりも前を選手が入ったバッティング。そしてその直後に赤い鳥の娘、さあこれは序盤のハイライト、ウィン・マリリンが前、レイカバレがその後ろ、そして一番後ろに黒い鳥の赤い鳥の娘、この人気3頭の位置取りご覧のようになっています。それから5番のセラリアがいて、染め当てるがランブリングアレ、そして赤い糸、後方からムシカ、コトブキテティス、そしてクラベルです。さあ2コーナーから向こう流しに入っていくところ、先手を奪いました7番のシャムロックヒル、半馬身のリード、ロザムーレが2番手追走です。ウィン・マリリンが短期の3番手、その内側からレイパパレ、さあ行った、短い手綱を懸命に押さえて、さあこの手応えどうなんでしょうか。スタートしてから 1000m は59秒0、スタートしてから 1000m は1分を切っています。赤い鳥の娘、淡々とレースを進めています。それから伊豆城の地籍、その内側からランブリンガーデレ、それからテルセットがいました。外リヌルージュ、真ん中をついてウィン・キートス、ゴールドシップの娘です。それから並んでいる5番のセラリア、そして後方からデゼルが続いて、あと5頭です。赤い糸、クラベル、ムジカ、それからコトブキテティス、最後方からソフトフルート、こういう体勢になりました。早くも3、4コーナーの中間、手がもう動き出しているシャムロックヒル、ダンの体勢、ロザムールが2番手、さあ早々とレイパパレが2番手に上がってくる。白い帽子レイパパレ、現在2番手、さあここからお釣りはあるのか。クリストフルメール、第4コーナー先頭で直線コースを向こうとしています。レイパパレのすぐ後ろに赤い鳥の娘、それからランブリンガーレ、一番外から